主イエズスよ、我を愛して誠実のうちに留まりたも、かかる御恵みにいかに主の受けた使役を継ぐのい、主を認めざる者に代わりて、愛と敬いを捧げ、父に捧げたまいて、御胸のごとくになしたまえかし。第一朗読、使徒パウロのローマの教会への手紙。皆さん、現在の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光に比べると取るに足りないと私は思います。被造物は神の子たちの現れるのを切に待ち望んでいます。被造物は虚無に服していますが、それは自分の意思によるものではなく、服従させた方の意思によるものであり、同時に希望も持っています。つまり被造物もいつか滅びへの霊俗から解放されて、神の子供たちの栄光に輝く自由に預かれるからです。被造物がすべて今日まで共にうめき、共に生みの苦しみを味わっていることを私たちは知っています。被造物だけでなく、霊の初報をいただいている私たちも、神の子とされること、つまり体のあがなわれることを心の中でうめきながら待ち望んでいます。私たちはこのような希望によって救われているのです。見えるものに対する希望は希望ではありません。現に見ているものを誰がなお望むでしょうか。私たちは目に見えないものを望んでいるなら、忍耐して待ち望むのです。神の言葉。神が囚われ人をシオンに戻されたとき、私たちは夢を見ている思いがした。私たちの顔は微笑み、口には喜びの歌が浮かんだ。涙のうちに種まく人は、喜びのうちに刈り取る。雨の後にネゲブの川が流れを取り戻すように、
ちに栄えを戻してください。何を手に涙を流して出て行く人は、浜を抱え喜びに溢れて帰ってくる。涙のうちに種まく人は、喜びのうちに刈り取る。アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ。天と地の主である父は讃えられますように。あなたは神の国のことを小さい人々に表してくださった。アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ。ルカによる福音。その時イエスは言われた。神の国は何に似ているか、何に例えようか。それはからし種に似ている。人がこれを取って庭にまくと成長して木になり、その枝には空の鳥が巣を作る。また言われた。神の国を何に例えようか。パン種に似ている。女がこれを取って三砂糖の粉に混ぜると、やがて全体が膨れる。クリストに賛美。